スペシャルゲストミュージシャンをお招きしないとな。この日のために160時間徹夜で根性を見せたクレイジー野郎だ。ヘイヘイ、カムオン。これはプリズムライトのリバイバルじゃないぜ。プリズムライト with ポーリーのブランニューソング、オーバーだ。 OK! Are you ready?Yes! Here!
たった2曲で体力の限界か？かっこ悪いな。もうそんなことないよ、かっこよかったもん。ね、ポーリ、もう大変だったんだぞ。ポーリーがどうしても雫のために何かやりたいって言うからさ。ポーリーが？ほんでプリズムライトでもう一度オーバーをやるってことで、ケンとユウにも急遽来てもらって。ま、俺たちは別に平気だった。ポーリーがギター弾いて雫にかっこいいとこ見せたいって言うから。160時間スパルタ特訓で俺の代わりにギターやるはずだったんだが、まあちょっと撮影栽培は無理だ。仕方なくタンバリンになっちゃったんだが、まあ許してやってくれ。じゃ、俺らはもう行くから。しずく、そこで倒れてるスペシャルゲストミュージシャンを頼むぞ。うん。
たいだった。とっても楽しかったし、それにあのポーリーがまさかこんなにかっこいい人だったなんて。
った音楽がどれだけすごいパワーを持っていたのか、私が教えてあげます。制服の女の子たちに囲まれた生活が始まるのだ。萌えエネルギー充填 100%。 あーひなたん、また毎日会えるんだね。ひなたん、休みボケもあるんだから早く寝るように言ったんだけど。あら、そう、一人で行くの？
勝負の方ですか？担任は合唱部の顧問で朝練に来てるかなと。生徒だからに決まってるじゃないですか。学生証見ますか？
思い切った行動ができたのも進藤先輩のおかげです。あの日があったから私はやっぱり本当の音楽がやりたいっていう気持ちが固まったし、行動する勇気も持てたんです。だからそれを引っ張り出してくれたのは進藤先輩なんですよ。私は今後本格的に歌手を目指していくことになりました。これからもよろしくお願いします。はい、俺の噂をしているのは誰だ。ひなたんか、ユミカッチか。これからはちゃんと学校にも来ますから、会える時間も増えますね。今度の事務所の方からはちゃんと高校を卒業するようにって言われてますから。今度のとこは見る目がシビアなんですよ。音楽がダメだった時のためにも高卒学歴ぐらい持っておいた方がいいって。兄ちゃんがスカウトされたチャンスを無駄にするなって言った意味も今だからすごくよくわかるんですよ。辛いこともあったけど、アイドルをやって本当に良かったと今は思っています。進藤先輩とは知り合えなかったし、これからの学園生活が楽しみです。いろいろ素敵な経験をしてそれを歌にできたらいいな。例えば、そうですね、女の子のフリとタンバリンが得意なちょっと鈍い先輩と恋に落ちるとか。鈍さも相当なものですね。ポーリーの時はあんなに冴えてるのに。いいんですよ、そんな緊張しなくても。
私の気持ち分かってもらえましたよね。なんだかちょっと照れちゃいますね。でも今日は始まりの日なんですから、慌てずに自分なりのスピードで進んでいきます。歌も先輩との恋もそろそろ私行きますね。今夜もあの場所で会いましょう。それじゃまた。お土産だよ。いらないよ、そんな怖いの。またまた、そんなこと言っちゃって。この18インチのエイリアンはインテリアに最適だよ。ほらほら、よく見るとなかなか可愛いでしょ。邪魔するな。この夏最高のプレゼントをひなたんに渡すまで俺の2学期は始まらないのだ。おもちゃじゃない、アートだ。いいことってなんだろう。ドロネタじゃないのか。のわーにまこと、お前という人間はこの世に生まれなかったことにしてくれないか。死ねとは言わん。
お前のような罰当たりはこの世に誕生しなかったことにするのが望ましい。味わうがいい。この俺の体を通して出る全国のしずくたんファンの嫉妬のエナジーの威力を。みんなの嫉妬をいかりゃく。当たり前だ。しずくたんに何かしようとするやつがいたら、お前を煮るなり焼くなり好きにしていいと言っておく。なんだその余裕ぶっこいた態度は。ぬらここに来ちゃったの？ねえ、ここがどこかわかる？私の歌を聴いていた。私がミュウを呼んだの。私をここに。ミュウが
ミュンの願い事を叶えてあげられる。本当に？ただ一つだけ言っておくとすれば。